アメリカでは新型コロナウイルスの感染者数が10万人を突破しましたジョンズ・ホップキンズ大学の最新の集計では27日時点でアメリカの感染者数が10万4007人死者数が1693人で全世界の感染者数の17%以上を占める規模となっています国内では医療機器不足が深刻な状況で トランプ大統領は国防生産法に基づき大手自動車メーカーゼネラル・モーターズに対して人工呼吸器を生産するよう命じました声明では事態は切迫しており契約で駆け引きしている暇はないとして企業側に迅速に対応を取るよう求めています また、感染者数が最も多いニューヨーク州のクオモ知事は州内の病院の収容能力が今後3週間で限界に達すると危機感を示しました。